みんな、あのさ、今、すごく、夏美としんちゃんはピンチです。なぜならば、まず見てください。この夏美の肌。これは、肌治療を韓国にしに行ったんやけど、今、絶賛ダウンタイム3日目。もう気持ちどんよりしてるやん。で、しんちゃんおるやんか、夏美の大好きなしんちゃんは、扁桃腺の手術を明日するねん。だから明日、手術をしてからの入院して、いつ退院できるんかちょっとまだ未定らしいねんけど、だから今、夏美としんちゃん、新夏は、大ピンチなわけよ。いや、そらな、しんちゃんの方がな、入院とかもするしな。やばいやん。でも夏美もな、やばいねん。なんか、しんちゃんは、この扁桃腺の手術をした後は、そんなすぐには喋られへんわけよ。だからな、寂しいよな。わかってんねん。きっと、な、うちとしんちゃんは、心が繋がってるから、しんちゃんも寂しいと思う。でも、夏美も寂しいねん。わかる？寂しいたす寂しいは、超寂しいねん。なので、手術前に、ちょっと、電話もして明日頑張ってねっていうのを言って、なおかつ、このなっちゃんも今ダウンタイム中で、新夏ちょっとピンチなので、ピンチの時こそお互いお互いピンチ同士喋ろうじゃないかと思ったりとか、ちょっと緊張ドキドキするんですけど、かけていきたいと思います。みんなお話聞いててね。いいですか？じゃあ行くで。しんちゃん、明日頑張ってね。早く早く出てくれ。出てくれ、出てくれ。何やねん。あ、しんちゃん。何やねん。何やねん。いや、しんちゃん。しんちゃん、お前は何やねん急に。いや、声聞きたかったっていうのもあるし、なんか知らんやろ。え、しんちゃんもしかして声聞きたかった？何やろ別にお前に対して。え、うちは今元気が欲しいんやんか、ほんまに。なんでやねん。うち今ちょっと落ち込んでてさ。いや、これ、ほんまにマジで落ち込んでんの、うちマジで。何でやねん、じゃあ。え、うちな、韓国行ってたやん。あ、韓国どうやった？おもろかった？え、やばい、ほんまに面白かったけど。うん。しんちゃんと行ったやん、韓国。あ、行ったな。しんちゃんと行った時の思い出も思い出しちゃって、すごい寂しくなっちゃった。おい、どれメンヘラやんけ、お前、気持ち悪い。でも、しんちゃんがメンヘラ好きって言ったよ。言うてへんやろ。逆やろ、ね、俺。え、め、韓国のトーク多いねん、ボケの子って。え、だって、しんちゃんが随時なっちゃん何してるか気になるからストーリー乗っけてって言ってきたよ。言ってんやん。俺いつ行ったかもしれんし、いつ帰ってきたかもしれんし、お前が。え、でもいつ行ったかは絶対知ってたで。え、なんで？だって行ってきますのチューしたやん。で、わけよ、こいつ。わけよ、おい。って言っていい？何？お前は体調ぐらいでしんどいかもしれんけど。うん。俺、入院やん。お前、その時電話かけ、なんだお前。え、しんちゃん今入院中？明日からじゃん。あ、そう。それ知っとってよ。明日からしんちゃん入院っていうか手術やから、声聞かれへんのと、あとしんちゃん絶対不安やろうなと思ったから。いや、俺、全然不安ちゃう。なんで？お前の電話のが鬱陶しい。俺別にもう、早く集中してやねん。だから、いろいろ。何に集中するか教えて、じゃあ。いや、だから一週間な。うん。まあ、ほぼ声も出せへんわけやん、多分。あ、そうやろな。だから、もう今のうちの仕事できるときしとかなさ。え、だから、そんな声さ、出されへんのやったらさ、声出さない今のうちに。なっちゃん大好きだーって叫んでごらん。キモいって、お前。気持ち悪いって。じゃあ、それ叫んだら1億。あ、そっこ叫ぶ。でも、しんちゃんガチで聞いて。何？うち今、肌治療してほんまにダウンタイム中やねん。韓国やっとったよな、なんかそのダウンタイム。そう、だからほんまにうち今しんどいね。どうでもええわ、お前。今すごい、痩せろ、体を前に。どこを直してんねん。運動してこい、お前は。
さっき直すとこあるやろ、なんとでも。お前、記事めちゃくちゃ落ちるわ。え、でも、マジで聞いて。直せたから行くな、お前。運動したら肌切れになるわ、汗かいて。めっちゃ痛かったやから、やめてや。うちの努力。じゃあ、ボケ。コメントでなっちゃう、頑張って。青やろ。で、軟骨開けてん、耳。軟骨は唐揚げじゃない、耳。あー、ピアスか。そう、ピアス開けて、開けてくれたのは店員さんがめっちゃかっこよかった。どうでもええ、別に。じゃあ、恋しとけや、勝手に。嫉妬したん？するか、お前なんかいちいち。怒らないでください。怒るか、ボケ。怒らないで、お願い。別れたくない。自由に暴れとけ。あ、しんちゃん、ガチ行きたいとこあんねん、うち。どこやん。タイ行こう、タイ。タイ行きたい、ほんまに。ほんまに、タイ行きたいよな。最近タイの YouTube 見てるから。え、マジで言ってる？え、行きたいよな。タイマジ行こうや。え、今年は夏やな。夏、6月、7月ぐらいやろ。あ、そうやな。ちょっと。新婚旅行？なんでやねん、ボケ。でもなんでお前と海外旅行行く当たり前になってんの？確かに。今の流れな。でも、しーちゃんと行く旅行楽しくて大好き。もういい。お前が自由にしすぎやだけやろ、ボケ。お前が。ね、でもさ、うちってほんまに自由よな。自由や。なんか、ええ、ほら、別にええねんけどってさ、甘やかさんといてよ。そうで言ったら、確かにお互い、うん、スケジュールきちきちに決めんタイプよったら楽は楽。いや、ほんまにそれはそうやねん、ガチな方で。人によってはさ、やっぱもうスケジュールめっちゃ組んで、あちこちこう観光とかをこう決める人おるやん。そうそう、もうほんまに2時間ごとんやろ。そう、もうなんなら朝早くに起きてもう移動するみたいな。ほんまにな。それがしたら無理やから俺は。うちも無理や、もう昼まで寝て、昼から行動したいタイプやん。なんならうちら夕方ぐらいからやったやん、行動。あ、そうそう、のんびりな。うん。さ、旅行のさ、価値観合う人って結構大切じゃない？あ、そうそう、なんならもう別々でお土産買いたい人だった。うん。うちはしんちゃんと一緒が良かったけど。好きやよ、ボケよ。俺、シャリ足りてないよ、一人で。確かに。初めて行けた、そうやって。あのさ、しんちゃん？何やねん、ボケ。しんちゃん、明日さ、不安やんか、絶対手術。やばい、ボケ。頑張り、頑張り、しんちゃん。お前。お前人の心配で一切してなくて黙れへん。え、うちほんまに心配寝られへんもん。お前めちゃくちゃ寝るやろ、ボケ。いや、全然。お前、いつものおはようストーリー、お前、うるさいぞ、ボケ。一瞬だけ起きて、やっと感じ。そう、一瞬だけ起きてやろ、どうせ、お前。え、うちマジで、本当に、一回起きたら結構寝られへんタイプやから。そっちけよ、お前。ほんとだ、お前。いつもなんかほぼ真っ黒みたいな髪やねん。なんか朝ごはんとかお前が起きてる顔とかじゃなくて、いつもお前なんかもう背景みたいな、なんかその。じゃあ、うちのいつも寝顔起きたての顔朝から見たいですか、あなたは。いや、やろ、確かにゲロ出るわ。やろ。お前の面相じゃ毎日あげたろっか。やめろ、面相気持ち悪すぎる、こいつやばい。じゃあ、お前ともう一個言いたいことあるわ、お前。何？どうしたの？お前いつもないから、うん。何メンションしてくれ、YouTube 上がったりさ。あ、はい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 。今まではな、なんか恋愛の曲みたいな。かわいい感じだね。お前今日のメンションはなんでバットお前影響されてる。びっくりすら見てる人。川崎くで有名になりたて人殺すかラッパーになるか俺がやったもんだからキャラ的になんでお前がその人にさ可愛い服とか可愛いキャラクターみたいなの載せるやつがさお前急に殺すかラッパーなのかちゃうでビビるやろお前見てお前の信者たちは急にアホやろお前今度はメンションしんちゃんなんかちょっと肌痛くなってきたから、そろそろ下行くわ。おい、俺の方が喉痛めってなったらあかんねん、お前。明日から入院やろに。明日からしんちゃんマジ頑張ってな。もうええって、お前頑張れ。ありがとう、お互い頑張ろうな。終わった瞬間あれ、また牛したるからな。気持ち悪い、じゃあな。お前の方が頑張れよ。あ、バイバイ。愛してるよ。はい、ということで皆さん、どうでしたか？しんちゃんが明日から、入院して、手術して、喋れるか分からへんねんけど、最後電話できて嬉しかったし、夏美は、ちょっと、どこも痛くないねんけど、肌がこんな感じでボロボロで、まあダウンタイム中やから今からどんどん綺麗くなるんやけど、お祈りしときたいと思います。しんちゃんが手術、
上手にできて、夏美のお肌もめっちゃ綺麗になって、新夏たくさん楽しいこといっぱいできて、みんなにたくさん笑顔を届けれますように I love you。 はい、ということで終わりたいと思います。みんなのこと大好きだからね。みんなも風邪とかひかないように気をつけてね。バイバーイ。 I love you。 バイバーイ。